ここはどこ？そうだわ、お父様は私を低層法人に送って自らあの怪物たちと戦いにいいえ、お父様ならきっと大丈夫。お父様が邪悪な怪物たちを倒してくれるはず、きっと。そうだ、お兄様がいらっしゃればきっとお父様を助けに行っていただけるはず。まあ、まさか隣国へのプロポーズのために国から離れていたなんて、一国の王子たる者が何という話。危険な目に遭っていなければいいのだけれど、それより自分の心配をしなければ、どこから避難したらいいのかしら。姫様、こちらにいらっしゃったのですか？あなた、ここはどこなの？ここは国の東側に位置する人里離れた山にある森になります。転送方針を扱える魔法使いの手が足りず、転送方針がやや不安定でした。避難用の城に直接転送することは叶いませんでしたが、城までそう遠くなかったのが幸いです。これより姫様にご同行いたします。命を懸けてお体をお守りいたします。姫様、オラを連れて行ってくださいまし。ルシラの復讐してやります。気をつけてください、この命。皆さん、姫様のおっしゃる通りだ。一丸となって戦うぞ。司令！姫様、ここを可能な姫様、ご決断ください。どうか私に安心して住める場所を与えていただけないでしょうか。叶えていただけるなら、姫様のためにたとえ火の中や水の中にも飛び込みます。私にはもう帰る家がありません。へい。司令！司令！司令！
死ね死ね。さあ姫様、避難先の城へつながる転送法人はこの先にございます。姫様、
ご無事で何より。ここはゴハイム、江戸川王国で最も堅牢な城です。私はゴハイム城の行政官代理ルケと申します。国王陛下の命を受け、ここを統括しております。姫様、どうぞご安心ください。ここは国王陛下が即位された際に作られたもので、転送法人によってしか出入りができません。絶対に安全な場所です。住む場所としてはやや粗末ですが、姫様には何卒ご容赦いただきたい。そのうちにきっと国王陛下から援軍が送られることでしょう。そうですか。どのぐらい待つことになりそうですか。すぐに来るものと思いますが。すぐにはどのぐらいですか。1日、1週間、それとも1ヶ月ですか。それはそうですね、おそらくですが、姫様が思われるほど早くないかと。この城でその間無事に生きることを保証できますか。それは残念ながら難攻不落のゴハイムではありますが、所詮は私たちと同じ生身の人間の侵入を防ぐために作られたものです。私が王都を出る前に、父が兵士を率いて町を守っているのを見ました。父が本当に私たちを救うために援軍を連れてくるとしても、私たちはただここで座って待っているわけにはいきません。出発する前、父はある杖を私に託しました。この杖は、私が一国の王女であるということを思い出させてくれます。だから私は民を率いてこの苦境から自ら抜け出すべきです。共に城外を探索し、不死者と戦ってくれる勇気ある戦士を募りましょう。私はこの手で祖国を守りたいのです。しかし今は転送魔法使いの整備が不足しております。転送法人に問題が生じていて、全国どこの地に転送されるか分からず、大変危険です。だからといってじっとしているわけにはいきません。姫様の責任あるご決断に私は心から感服しております。実は姫様のお手にある杖はただの杖ではありません。聖光教会の七つある大聖器の一つです。七つの大聖器をすべて集めれば、聖なる光の力を持って不死の大軍を滅ぼし、この国の危機を救うことができると言われております。残りの六つの大聖器はどこに。横島なものに利用されないよう、王国のあちこちに隠されております。城外も探索されるのでしたら探してみるのが良いかと。わかりました。お父様から託された杖ですもの、必ず意味があるはずです。高いものは良品、良品は高いもの。姫様、お気に入りはございますか。
高いものは良品、良品は高い。高いものは良品、良品は高い。王女は欠落したと聞いたが、陛下はどうされているんだろう。炊き出しの食料、私の部下が命を懸けて取りに行かなければ倉庫で腐っていく。エラだと。行政官殿、何が起こったのですか。ああ、いえ、姫様、実は学者たちが研究を通じてある事実を発見しました。この災厄を引き起こしたのはヘラというネクロマンサーです。王国史上最高額の賞金稼ぎにして逃亡中の指名手配犯でございます。ネクロマンサー。ええ、学者たちの報告によりますと、国に蔓延している疫病は本質的には呪いです。死者を命はないが殺しにくい怪物に変えることができます。これは亡霊系の魔法です。それができるのはおそらく大陸ではヘラのようなネクロマンサーだけでしょう。今学者たちは解決策を探っております。王女への転送方針は使えなくなった。
様はもう平凡なもので満足いただけないですよね。私は個人的なコレクションをいくつか持っている。呼吸も救援もない。呼吸も救援もない。この災いからどれだけ生き延びられるんだろうな。ここの鉄鉱石は良質ではないので、有能な武器を作ることができません。姫様、包丁とフライパンでは間に合わないでしょうか？呼吸も救援もない。この災いからどれだけ生き延びられるんだろうな。
情は欠落したと聞いたが、陛下はどうされているんだろう。聖なる以前召喚の儀式を行ったのですが、神の子らしからぬ奇妙な者たちが召喚されてしまいました。毎日わけのわからない言葉を発して、それは騒がしかった。姫様が興味をお持ちでいたら隣の部屋へどうぞ、見に行ってみてください。総方人だけでなく召喚人もこのところは不安。不死者邪悪なる者たちですが、聖なる光を姫様に照らすと信じて。王女は欠落したと聞いたが、陛下はどうされているんだろう。
救も救援もない。この災いからどれだ。高いものは良品、良品は高いもの。姫様、お気に入りはございますか？王朝への転送方針は使えなくなった。
Thank you.
姫様、何か食べ物をいただけないでしょうか。私は怪我の治療ができます。食べ物をお腹いっぱいいただけるなら。Thank you.
ここは生存した民たちが作ったキャンプでしょうか。私たちもひとまずここで休憩しましょう。炊き出しの食料？私の部下が命を懸けて取りに行かなければ倉庫で腐っていく一方ですよ。あなた方も食べられないままです。高いものは良品、良品は高いもの。姫様、お気に入りはございますか？酒場は人材のるつぼ。強いものを見つけたいなら酒場に来い。姫様は才能に飢えているんだろう。酒場で客とたくさん話してみるといいぜ。私は鍛冶屋の娘に生まれて以来、こんな質の悪いものを作ったことはありません。あの、買いたいならあと3日待っていただきたいのですが。え、今すぐ欲しいですか？じゃあ、これは、いやいや、まだこれは。高いものは良品、良品は高いもの。姫様、お気に入りはございますか？まあ、大神官か。おそらく神殿を維持する祭司の数が少なくなって神々の力が弱まったのでしょう。神殿を補強し修繕すれば損失を減らしていけるかもしれない。